今度は秋になるとバッタの恋の季節が始まって、それで卵を産むんですけども、湿った土地が大好きということですね。で、それ湿った土地、ここら辺、もうこっちの方にもだいぶこう広がってますけ目どのも前にね、あるわけですからね。そうですね、こういう状況が揃っております。で、この後ダムが崩壊してもしなくてもマルチ後でちょっとお願いします。まあ、こんな感じですね。夏は水が引いはても不衛生、疫病発生プラス台風、川沿いの海防軍駐屯地が機能停止。い。はい。川沿いにも海保軍の駐屯地がいくつかあってですね、こっちの方が、この状態がずっと続いてるとですね、まず軍事情報なんで表にこれ出てこないですけども、おそらくもう被害は受けてるはずですね。で、本当だったら救助に行かなきゃいけないそういう組織がこれは動けないというのと、それから、公害がこれから拡大していきますね。で、秋の収穫の季節に収穫がバッタに取られてしまう可能性があって、さらにその後産卵して、繁殖しこってからいがく。問題なんですよ。冬になるとですね、これ、どれぐらいの電気のインフラ、都市部なんか、都市っていうのは大体水際に近いところで水確保できて、それで平地であって、それで発達してるっていうところが共通点大体ありますんで、山のてっぺんに都市ってないですよね、普通は。ですから大体被害を受けてるはずなんです。それで電気とか物流、例えば道路が寸断されちゃったりとか、橋がだいぶ流されてますんでね、これが復旧、すぐに復旧できるのかどうかなんですよね。ちなみに、今から8、9年ぐらい前ですかね、上海の方でですね、大雪が降りまして、電線に雪がくっついて、切れちゃって、停電になっちゃったことがあったんですよ。で、私、その2年後に実はこっちと上海行ってきたんですけど、全然復旧してなかったんですよ。3年後だったかな。それで夜景が綺麗だって言われて、行ってみたらガイドさんに夜景は期待しないでください、みんな停電してますって言っちゃって、見たくてもね。3年経ってもその状態っていうことは、今年の冬にこれが復旧しないと、まず暖を取れないですよね。それと食料が確保できないですよね。ということで、私はこれ、復旧の遅れとかですね、食料なんかバッタに食われて食料なんかになったら、私は億単位の餓死出るんじゃないのかな、今のままでいったらですよ、ガシですか。餓死と投資で合わせて大体億、私は行くんじゃないのかなと思います、何にも手を打たない状態であれば。で、かといって、援助する国は今の状態で少ないですよね。多分ウイルスを理由にして断ったりとか、出どうししたてとしも。ても本当にちょびっと程度で、じゃあ中国とはどうしたりっていくのかといったら、世界で買い占めやると思われます。マスクは枚数にすると22億枚買い占めしたらしいんでですね、これには各国の留学生とか、それからあと華人商工会、商工会議所、こういったものが絡んで、その物流ルートを大使館、領事館で整えて交渉して、それで今回集めたんですね。で、そのルートと同じルートで保存が効くような小麦粉であるとか、乾燥麺、パスタとか、うどんとかいろいろありますよね。あと米とかですね。そういったものがもしかしたら消える可能性ありますね。今、下手なこと言うと、突然転売ヤーどもが買い占めし始めちゃって、イソジンなくなったりとかするんで、私もあんまりこう言わない方がいいのかなと思そううんでですけどすね。ただ、そういった危険はあるので、一応心に留めておいてください。で、年末年始になってくると、12最月頃になってくると、拡ま大。た空気が乾燥してきますんで、でもう今、前は始まりは1から始まってますけども、今回もう広がった状態で、今は発症しにくい状態なのかもしれないですよ。それがまた拡大していくと。なんと、まあ、マルチ6をお願いいたします。えらいシナリオですね。で、21年どうなるのかっていうことで、おそらく暖かくなってくると、こういう状態が、復旧が進まなければ、私は暴動上、無政府状態になっちゃうと。それと3月になるとですね、黄砂、毎年吹いてきますよね。次から次へと来ますこね。れ、日本に来るわけですよ、この黄砂が。で、今回の黄砂はちょっと違う、一味違うぞって、ペロって舐めなくてもいいんですけど、一味違うぞっていうのは、今回のこの、水害によってですね、さっきちょっと言った、地下にボーリングしてごまかしてたとんでもない汚水がですね、上の水圧で吹き上がってるところがあるんですよ。水、汚れて、その茶色の水の中に突然、紫色のモコモコモコっていうのが出てきたりとかですね、そういうのがありましたんですグロね。テスクなで、それが水に流さ彩れりですて、ね。広がって、乾燥して砂になって、来年飛んできますよということですね、そういったいもやのが。
九州の皆さんは特にご用心ですね。そうですね。そういったのも黄砂はね、もう黄砂毎年ね悩みますけどね。伺いますもんね。うん、でそういうふうになってくると中国が次にやることっていうのは復旧もろくにできないし、もう暴動はもう香港どころの話じゃなくなっちゃってるしとなると、何できるかっていうと批判そらしの尖閣上陸、まあ、あの大規模な軍の展開はちょっと無理じゃないかなと思うんですけどね、あの一発殴ってやり逃げて帰やり逃げとかですね、尖閣にちょこっと上がってわーっと旗立てて写真撮ってわーっと帰ってきたっていうのをやらざるを得ない。なんでかっていうと、この年は共産党設立100周年なんですね。なんか人民に俺たちはこんなことができたんだぞって言えるものが欲しいのに、何もない状態でやるとしたら、まあこういうところ、日本に対してはこういうところぐらいかなと。でこれをや止めるにはやっぱり日本の覚悟と姿勢次第ということで、私いつもあのこういうこと話をした後に個人でできることは何があるのかというか必ずこうつけてますんで、マルチ7の方をちょっとお願いします。まあ、こんなこと民間レベルで注意する要点とあります。前にちょっとお話したのと被ってるところもありますけどもね、個人レベルで情報をまず精査して共有しましょうということです、はい、もう日本国内にいる留学生だけじゃなくて、本土からも、中国本土の方からも日本語を使って情報発信する御毛頭っていうのがあります、前にちょっとお話しましたけど、あれが日本人のふりをしたり、客観的意見で重視されるようなその外国人の目線を持っている留学生として偽装して、発信したりとかしてますからね、あの嘘も当然いっぱい入ってます。ですから、そのアップしたのはいつなのか、中国が大変なことになっているとか日本大変なことになっているって言っても過去のやつかもしれないし、違う場所のやつかもしれないですからね。で出所はどこなのか、どこのメディアが出しているのかとかですね、あと画像は怪しいと思ったら画像検索自分で書ける、それから、中国語でこんなことが書いてあるらしいけど大変だよっていうのが来ても、自動翻訳してみると、まあ、少なくともこれぐらいやれば、まあ、ある程度わかるかなと。それと中国人留学生の動きに注意してください。これは3.11 の東日本大震災の時にですね、福島の原発がぶっ壊れた、もうあの日本おしまいで放射能汚染だって言った時に、中国人が口コミで新潟の2つの体育館避難先にバーッと集中したんですよ。これ日本人のネットの方ではほとんど把握してなかったんですね。でそういう口コミの動きがあるんですけども、それをあの人づてで一番やりやすいのは留学生なんですね。でその時に留学生はあの学校行ってたんですけども、それまでバラバラで食って日本人とも一緒に飯食ってたのが、ある日突然留学生だけで集まって飯食うっていうようになったらしいんですよ。でおかしいなと思ったらその次の日から来なくなっちゃってみんな逃げちゃったらしいんですね。でそういうあの中国人の集団行動が何かある場合には、特に指示を受けた行動の場合には留学生は一番分かりやすいと思いますので、留学生の動きに注意していただければなと。あとは先ほどちょっと申し上げた通り、あのソウルと平壌もですね、水害大変なことになっちゃってますし、もうあの北朝鮮の金正恩もですね、前から死んだふりをして裏切り者をあぶり出して、でも俺は生きてるよってやってたんだけど、今回どうだかちょっと分かんないんですよ。ですからあのみんなもなんであれ偽物だっていうの話になってきちゃうと、どういう動きが発生するか分かりませんので、日本にあるその民団とかあの総連の事務所、大体パチンコ屋の2階にあったりとかするんですよ、こういうの。でそういったところをあの動きが変な動きがあればですね、違法な、例えばずっと違法駐車してるって言ったら、これはもう110番してもらって構わないです、で、そういうのがなければですね、なんかちょっとあの最近おっかないんですけどもって言って相談に行っていただければと。それで総連の幹部って今民団の幹部やってますからね。ああそうだ、民団の方でもうだんだん日本人化してきて、幹部とかそういう役員役持ちになりたくないっていう人が増えてきちゃったらしいんですよ。そこら辺日本人の考えがだんだん似てきたのか分かりません、そしたら総連の方で幹部やってた人も同じ、もうあの息があるし、掛け持ちですか、掛け持ちっていうか、あの元ですね、こっちから総連から移って民団に来るっていう、それであの役員やってる、あの幹部やってるっていうやつがですね、かなり上の方のトップまでこれあのやってるやつがいるというふうに、これあの聞いてますんで、現場の方から聞いてますから、あのそういう横のつながりもありますんでですね、あの総連だけ見てりゃいいってわけでもないんで、そういうところが動きがあるときには必ず人と人とが大体会います。ネットだけであってそうですねって言っても、本人同士そういう工作してるやつっていうのはですね、お互いを信頼するためにやっぱり顔と顔を合わせなきゃいけないんですよ、定期的に。ですからそういったところをこれ見て、
で異臭情報、異臭っていうのはあの警察でよくみんな集まっちゃってる情報と状態なんですけども、はい、わじゃわじゃっと集まって何かやり始めそうだったら、違法性があれば要するに道路塞いでてちょっと通れませんとか言うんであれば警察に通報して構いません。これはでそういうのがないけどもなんか怖いんだなっていうのがあればこれ相談という形でやっていただければ、はい、はい、それとあと日本人同士でですね、政府としての立場があるから言えない公式なものが出せないけどもっていうような情報がたまにあるわけですよ。でそういうのなんかも私が掴んでこれは民間人だからこそ言えることっていうのがあったら発信したいなって私も思ってますんで、そういった情報を他の方も発信すると思います。でこそういう時にはもう公開してツイッターとかでやるしかないんですけども、はい、そういうところではあの向こうの人たち日本に敵対する勢力に見せたくないなというような情報の場合にはこれは工夫が必要で、私の場合はあの縦書きにして武士言葉でカタカナ入れたりとか、はい、ね、やってますんですね、はい、まあ、そういったところであのお互いに私たち民間でできるところはまだありますんで、はい、注意していければななんていうふうに考えております。いやいや、藤井さん、はい、いかがでしたでしょうか。ね、僕の方から4点ぐらいなんですけど、はい、もしね、もしこれ三峡ダムが決壊した場合は、もちろん上海まで水浸しになるけども、どうも海流の関係で日本海の方に汚水濁水漂流物なんか来るみたいですね、日本海。それ で日本も大変な被害を受けると思う。2番目は、今年はあのチャイナが食糧難なんで、食糧がね、国際市場で高値になってくるんじゃないかと思うんです、はい、で米、小麦、トウモロコシは自給率が高いんですけども、これは国、チャイナでね、国内生産がやられます、だからもともと外国から買ってるのが多い大豆。これはもう必要になるでしょうから、いわゆる商品作物で国際市場出てるもの、食料が高騰するんじゃないかと思うんですよね。あ、それから3番目はですね、この長江流域に、水害地域ですね、そこに原発が11あるそうですよ。あ、そうですね。そうするとこれ外部電源を断たれちゃって、日本の福島のような事故が起きかねないということ。それから当然、もしこの災害、たとえ長江の三峡ダムが決壊しなくても、まあ、こういうのがダブル、トリプルパンチできてると、やっぱ大量難民が発生するんじゃないかと思ってね、で、まあ、尖閣もありますけども、これ、日本にどっと押し寄せるというようなね、避難民がね、ことも考えられるんで、これは日本に入れちゃだめなんで、どっかで収容してですね、集中的に離島に収容するとかですね、万が一そういうことがあれば。それから、まあ、援助、援助って言ってくると思うんで、こういう場合ね、だ安易な援助はしてはいけないと、ただ、日本国の本土に入れないで、何らかの形で、まあ、流れ着いちゃったものは、人道的には一時的に収容してね、食料とかシェルター与えざるを得ないでしょうから、そういったことも、これはもう危機管理で考えておくと。いうことが必要になってくると思います、はい、これ台湾側の方でですね、この万が一です、私は基本的にはダムは崩壊しないとは思ってますけども、先ほど言ったようなダム地震が発生したらちょっと分からないですよ、もう半分こう弓なりになってき始まっている状態ですから。でこれが崩壊した場合に水がどういうふうにいくかっていうのはですね、韓中国だったかな、とかですね、あと台湾のメディアなんかもいろいろこうどういうふうになるのかっていうことでもうちょっと盛り上がっちゃってますけどもね、はい、ちょっとそのシミュレーション通りにはいかない可能性がある。なんでかっていうと、みんなシミュレーションしてるのはですね、ダムの堤防が健全な状態だったら水はこう流れますよっていうところなんですけども、はいはい、今は堤防を越えて、堤防の向こう側も川と同じ水位になっちゃってるわけですよ、でそこでダバッと水が来た場合には川の通りが進まない可能性の方が高い、水中で堤防を崩しながら違うところに流れていったりとかですね、で一部は川沿いにずっと来れば上海まで来るし、ゴミも流れてくるとは思いますけども、その時の天気によってこれ違うんですよ。ですから水害台風で周りが水浸しの状態の時に決壊するのか、ダム地震が突然発生したと地崩れがダーッといった時に発生するのかによってこれ全然違う。でどっちにしてもやばいんでですね、会社の命令で中国にまだ行ってる人いるんですよね、はい、行って帰ってきてない人いるんですけども、もう会社の命令で死にそうになるよりも、自分の命は自分で守らないとこれ守ってくれないですからね、ですから日本に出て日本に来るときにその2週間の留め置きとかなんとかで、もうそんな悩んでる状態じゃないですけど、もう早く帰ってきた方がいいと私はお勧めしたいと思いますね、はい、はい、
今回のトラロマン警察24時は天才人か天変地異と中国と題して、お届けしました。万藤さん今日も貴重な情報、はい、ありがとうございました。さあではニュース深入りに、ね、戻ってまいりたいと思いますけれども、藤井さん後半はどのニュースから参りましょうか。はい、はい、台湾訪問の米長官、はいはい、帰国の鳥というやつこちらですね、はい、参りましょう。ではこの話題から、後半参りたいと思います。台湾訪問のアザーアメリカ厚生長官蔡英文総統へ強い支持を伝達という、続けて深入り参りましょう。共同通信によりますと、台湾を訪問したアメリカのアザー厚生長官は12日4日間の日程を終えて専用機で帰国の途に就きました。滞在中蔡英文総統と会談し、トランプ大統領からの強い支持を伝達、台湾の新型コロナウイルス感染対策を世界の模範だと称賛し、公衆衛生分野での協力の強化で一致したということです。アザー厚生長官が1979年にアメリカと台湾が断交して以降最高位の政府高官として台湾を訪問したことに、中国の習近平指導部は反発しており、台湾周辺や南シナ海での軍事活動をエスカレートさせる恐れがあります。会談や講演でアザー氏は繰り返し民主主義に言及し、アメリカと台湾が基本的価値観を共有していることをアピールしましたとなっておりますが、はい、はい、アザーさんは台湾に行って、これは李登輝総統のですね、この弔問も行ってですね、蔡英文さんとも会って、